はい、じゃあ、おけたけさん、ごめん。ちょっともう一回やろうよ、もう一回。はい、お願いします。ぜひ、君の名前を書きたいんだ。よーし、じゃあこれ、再選お願いします。あれ、さっきとデッキが違うのかな？はい、ちょっと違います。違うデッキが、まだわからないぞ。じゃあ、教えてもらいながらやりましょう。5、2、3、4、よし。お願いします。最初はグー、じゃんけん、ほい。勝った。先行を頂戴します。はい。じゃあ、これを置いてターンエンド。はい、じゃあ、はい、もらいまーす。じゃあ、マナチャージでいいので。はい、じゃあ置きます。じゃあ、ドロー。これを置いてターンエンド。何もできないよ。よくない、よくない。じゃあ、マナチャージしてエンドで。よし、置きます。まあ、今度こそ。こっちも、ドロー、うん。動かないので。ほんと。じゃあ、僕ものんびりマナ貯めるだけ。ターンエンド。何もできねえ。じゃあ。おかしい、おかしい。じゃあ、コア感の使い方います。はい、上から3枚めくって、うん、光と闇を全部めくって全部だね、うん、3枚、はい、エンドです。よーし、じゃあドロー。あ、やっとできた、やっとできたよ。お、じゃあね、もうこれ置いちゃえ。4マナ、ブラック V。 あ、いきなりいきなりスピードアタッカーです。はい、アタックするときに、手札今いっぱいある。はい、じゃあこれ押しよう。あーな、じゃあまず自分で最初に1枚選んで捨ててください。1枚選んで捨てて、はい、じゃあ1枚、その後に2枚僕がぶっこ抜きます。いい、 じゃあ上から2枚。あー、 いいの抜かれた。じゃあ2枚ブレイク。じゃあシールドトリガー。うー、2つも出てきた。まあアタックできます、はい、そのまま、はい、うん、じゃあターンエンド。じゃあ3もらいます。はい、あー抜かれた。これ大事なの抜いた。よし。あー、すごい嫌なの抜かれた。あー、エンドで打たない。はい、はい、置きます。これはまだ、ああ、でも元気になってる、はい、よし、じゃあもう打てる人になった。いきます、ドロー。こう、じゃあね、そうか、じゃあね、まずね、2マナを払って、はい、ブラッドギアを出しておく、はい、あれ待って、出す前にもう僕のターンになった時に聞くんだ。君4マナしかないのに5マナのカードが出てるぜ。アマンです。あ、出てきた。よし、このクリーチャーが出たとき、相手のクリーチャーを1体選び、手札に1個1個戻す。はい、よし。そして、2マナを払って、ブラッドギアを出したよ、と。でだ、アタックフェーズに入ります。この人は召喚用意なんだ。偉そうに出てきたけど。じゃあ、これだけいくよ。打つときに、デッドゾーン。はい、ああ。マイナス9000しつつ、全部だ。どうだ、どうかな。じゃあ、シールドトリガー。はい、ああ、やばい。ブロッカー出てくるんだ。でも、今、手札に、そんなにいいのがいない。よしよしよし、ヘブンズとアケルンナで出します。はい、でこっち出た時に光のブロッカー1体ただで出します。おお、カードで出します。はい、で特にまあ、いい、まあ、適当にフリーズ、この人フリーズ、はい、はい、あとは登場時ないの。ないです。じゃあでターンエンドです。ターンもらいます。はい、あー、きついな。きついな、これどうしよう。のんびりしてろ、のんびりしてろ。ロードリエス出します。はい、またブロッカー出たのでワンドローもらいます。はい、はい、はい、ねえな。まずい。あ、エンドで。エンド、はい、置きます。でもさ、みんなブロッカーなんでしょ。そうです。じゃあまあドロー、なんかお前なんか引いてこい、ドロー。ん、まずい、ちょっと待ってね、待って待って、今またこの間と同じことなんだけど、うん、墓地から墓地にいねえじゃん。まあいいや、じゃあ行くよ。はい、これをアタックするときにブラックタッチを使います。はい、闇のコマンドがアタックするときにタダで使えるぞ。はい、このアタックチャンス、手札を見てその中からコストが一番大きいカードを1枚捨てさせる。銃がさ、おお、そんなのが、じゃあそいつを1枚捨ててもらう。はい、それ以下のやつを出せるんだけど誰もいないから出せない、はい、だけだな。よし、まあ、じゃあカーネルでブロックですね。で勝った、これ。そうな、はい、うん、はい、で、あとは打ってもやられるだけ。あ、先にこっちやってやられればよかった。いや、そんなことは、まあ、結局この辺でブロックしちゃうので一緒か、はい、じゃあターンエンドです。はい、じゃあターンもらいます。はい、よ、お前じゃないんだよな。アルカディアスはまだ出ない。あー、まずい。3コストでコアカの使い使います。はい、1、2、3枚全部だな。じゃあ全部加えます。はい、はい、で
ターン終了時に、アケルナルの効果で、ターン終了時に光のブロッカーを手札からバトルゾーンに出せます。毎回かい？はい、エメラルード出します。で、ロードリウスがいるので、ブロッカー出たので、ワードと思います。はい、で、エメラルード効果でシールドを1枚、どうしようかな。埋めるんか。埋めます。はい。じゃあ、タイルです。よくないな、置きます。これ、この調子じゃよくないな。もう一回、ドロー。誰の効果で増えてんの？その、あの、ブロッカーが毎回増殖するのは。ブロッカー毎回増えるのはこの人で、手札が増えるのはこの人です。ほう。そうですか、そうですか。じゃあですね。そうか、どうしようかな。これ、耐えるしかないな。耐えるしかないの？じゃあ、これで、はい。これにアタックするときに、こうだ。お、お。マイナス9000はどこに振りますか？届かないだろ？はい、500残っちゃうから。じゃあこれ、じゃあエメラルード、うん、じゃあブレイクされた時に高コンボ発動します。全員タップでお願いします。そうか、ダメか。ターンエンド。じゃあターンもらいます。やばいやばい、耐えられちゃうよこんなの。あ、これさっきのミスったな。ミスってる？ミスっちゃった。まあいっか。じゃあ6コスト払ってドライメダンの高コンボを使います。うん、で、全タップじゃなくて1枚引いて、うん、その後にコスト5以下の呪文を使うんですけど、今回は使いません、うん、はい。でこのままターンエンドにします。でまたアケルナルの効果を使って今度はヘブンズ出します。そうか、でやばい、ブロッカーが出たのでロードリエスの効果でワンドローをもらって、うんうん、ヘブンズ効果でブロッカーをもう1体出せます、はい、でカーネル出します。あ、はい、でフリーズします。はい、じゃあターンエンドで、このターンでもフリーズしたまま、はい、ロードリエスでワンドローします。次の、はい、僕のターンの始めまで。そうか、じゃあこういうやつだよね、こういうやつね。はい、ね、はい、起きたなこの2人。ドロー、4マナ、はい、骨火3枚落とすよ。1、多いね。2、3、ヘルミッションもらう。はい、あ、これ4マナ使ってるよ、うん。でだ、打っても仕方ないかな。まあブロッカーだね。そうだねー。ターンエンド。はい、じゃあターンもらいます。やばい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 、どんどん増えるぞ。どうしてんだ。じゃあ6コスト使って、うん、ヘブンズゲート使います。はい、でヘブンズゲートの効果で開けるなるとロードリエスをどうぞ。やばい、どんどん増えてる。で、あのロードリエスがいるので、うん、まずここの2体分が出たので2枚ドローします、うん、はい。でロードリエス自身も出て、こっちも出たので、うん、さらに2枚ドローします。はい、でまあここでストップなんですが、うん、エンジェルコマンドが 1,2,3,4,5,6 体いるので、うん、グラビティゼロで。え、そうなの、うん、出ます。はい、出ました、はい、でこいつ1体につき、うん、クリーチャーの召喚コストが5多くなります。はい、であと呪文が使えません。はい、じゃあ3点で。はい。まあいいや、受けよう来い。ないですよ、まあ、スパイナー来ても止まらないと思います。ブレイク、そうなのかな。ちょっと待って待って、2枚残り。じゃあこれはブロックするよ。ブロックされた。うん、そんで？で、残りもブレイクします。来い！ないです。じゃあ、開けるなるで。参りました。何もないよ。ありがとうございました。これダメだ、どんどん増えるのは。いや、でも、最初この2枚抜かれたのは本当につらかったです。大きかったの？本当にでかかったです。でも、とどめさしきれなかった。ありがとうございました。はい、じゃあ、池竹さん、参りました。ありがとうございます。さっきの知事たち。ご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録などいただけると大変嬉しいです。タッケーの TCG チャンネルもよろしくね。音が生まって、オラはハー。